コロナ禍で叫ばれる献血不足を解消しようと、福岡市の天神西通りに新たな献血センターがオープンしました。福岡県赤十字血液センターが運営する新たな献血ルームは、福岡市の天神西通りに今日オープンしました。このところ新型コロナの影響によって、企業や大学などでのバスによる献血が行えず、協力者不足が目立つということですが、今回人通りの多い西通りに開設することで、若者を中心に献血者の増加が期待されています。コロナの影響があっても、血液を必要としている患者さんは減ることはございませんので、ぜひご協力お願いしたいと思っております。この献血ルームは年末年始を除いて毎日午前10時から午後5時半まで開設されています。